卓六 DTM クエスト。音楽プロデューサーの大鶴信彦さんを迎えて DTM での楽曲制作をマスターしていくこのコーナー。前回まではドラムやベースを実際に打ち込んでいきましたが、今回はいよいよギターの卓六にチャレンジします。さあ大鶴さん、今回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。前回まででドラムベースと打ち込んでまいりましたが、今回はついにギターを入れていこうと思います、まあ、レコーディングですね。はい、レコーディングしていきます、はい、ということで初回でお話ししたオーディオインターフェース、実際にこれ私が自宅で使っているものを今回用意してもうセッティングしてあるので、ここからまずはトラックを作ってでというところから始めていこうと思います。今 DTM ではですね、こういう DAW ソフトにもう最初からそのギターアンプの音をシミュレートしてくれるものが付属してたりするんですね、はい、そうなんです。だからギターとケーブルとこのオーディオインターフェースがあれば、なんとアンプの、はい、あの歪んだサウンドとかも出せちゃうっていうですね、はい、しかもエフェクターまでかけられちゃいますよね。そうなんですよね。もう何でもござれですよね、はい。じゃあここをループさせながら何回も撮っていきますと、はい、まあ、ここにそれぞれ違うことを弾いてもですね、うん、アイデアを溜め込んでいけますから、はい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 、この感じでちょっと一回何回も何回も繰り返してる間にいろんなフレーズを弾いてみてください。はい、わかりました。じゃあ行ってみましょう。はい、画面右側のメモの通りにギタートラックを作成し、そこにギターの音を録音していく、いわゆるこれが卓録。なんとギターの音にエフェクトをかけた状態でも録音が可能なんです。しかもその音のクオリティも高くてびっくり。皆さんこれ絶対覚えた方がいいですよ。うん、こんな感じですかね。はい、はい、OK です。でこれでこのレーンってボタンを押すとね、こうやってこう、はい、テイク1テイク2テイク3ってこう出てくるわけですよ。はいはいはい、便利。そうそうそう、はい。ただ今の状態だとその最後のテイクだけがテイクが採用されてるって状態ですね。確かに、はい、うん、だから、今テイク3をちょっと聞いてみますけども、はい、まあ、こうなってますよね、うんうんうん、でもこれをここの、ね、レーンっていうのをこう出してますけども、この中でね、はい、こうソロ、それぞれのレーンのソロを押しますと、はい、こう、あ、それぞれが確認できるんですね。そうで、レーンにってやると、はい、こう違うわけですよね、うん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 、これを採用したい場合はね、こう選んだやつこの黒い部分ポチッと押すとテイク2採用とか、はい、テイク1採用とか、はいはいはい、なんて簡単なんだと、はい、しかもこれね、例えば後半はテイク3がいいなと思って、ここでハサミで切ってあげて、はい、このテイク3の後半だけ採用ってやったらもうテイク1とテイク3の組み合わせみたいなのもできちゃうんですね。すげー、うん、便利ですね。だこういうところをこう、まあ、突然変わったりするじゃないですか、はいはいはい、だこれをのとここう2つイベント選んでね、こう X って置いてあげると、はい、もう間にこうクロスフェードってのが出てきますから、はい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 、音量がこう、そうそうそう、いい感じになって違うテイクってブツッてこうね、はい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 、無理やりくっつけちゃうと変なつなぎになっちゃうんで、うんうん、もうすぐこう綺麗につなげる。はい、はい、それではもう私はドラム、ベース、ギターは皆さんと一緒に打ち込めるようになりましたが、大鶴先生いかがでしょうか。はい、まあこれ打ち込みとレコーディングっていうのは基本になりますから、はい、うんうん、はい、まあこれができれば、まあ、土台というかね、まあ、最初の DTM の楽しさは味わっていただけるかなと。そうですね、いうところですよね。この3つだけで十分曲は作れますからね。はい、じゃあ今後もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。